は、こんにちは。トリセツドクターのタクト、リュウト、ハルです。はい、というわけでね、本日は大阪、JR 大阪駅に来ているんですけども、本日はですね、皆さん、大阪駅の地下ホーム、ご存知でしょうか。本日はね、その大阪駅地下ホームに、潜入していきたいと思います。ここは、グランフロントなんですけども、これをこっち側に、フロアあると、はい、あちらに本日の、本題、大阪駅に来たエリアがあります。というわけでね、こちらはね、グランフロントオタクから、大阪駅の、地下ホームが新しく建設されたところ、はい、というわけで大阪駅の、梅北広場のとこに来ました。まだ人が少し多い、はい、これか、はい、本日の本題ですね。こちら梅北ですけども、まず見てください、この上のなんか葉っぱみたいなやつ。これは近代化をイメージして作られたそうです。で、その次にあちらの梅北地下口とか、22番線、23番線とか書いてるあれ、あれを今回の、目玉の、やつです。あちらのね、あちらの、近未来的な、はい、この近未来的な装置、これは実は改札口なんです。あ、はい、改札口なんですよ、これ。はい、実はそうなんですよ。こちらはね、この、IC カード乗車券でしか、入場することができません。であとは顔認証システムもあります、はい、ビザのそのタッチ決済とかそういうのの、まあ、進化系ですね。ついに顔認証が来たということで、はい、かなり楽になると思います。はい、そうです。本日はね、まずはこれを通りたいと思います。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、というわけで、それでは入っていきます。イコカでこうするとありがとうございますと出て、こちらついに来ました。はい、こちらがね、新しいホームで、新しい、改札です。はい、それではね、新しくまず入ってきましたということで、情報量が多すぎてちょっとなかなか説明しきれないんですけども、まずね、こちら、案内、これがね、新しい、サインシステムということで、特急の乗り場とか、はい、一目瞭然で、はい、じゃあと大阪東線の乗り場ということで、大阪東線の乗り場も分かります。今回のね、ダイヤ改正とこの梅北広場の、開業により、大阪東線と黒潮、遥かや黒潮が、大阪駅に乗り入れすることになりました。遥か黒潮ね、分かりやすく、サインシステムということでね、正直とても分かりやすいです。はい、来た。というわけで本日の本題ですね。こちらフルスクリーンホームドアということで、こちらね、特急としてはるか分かりやすくね、このように、表示されています。これはね、実は、電車によりその扉の開く位置が変わるというね、世界初の、システムとなっております。こちらね、乗り場所が分かりやすいようにしっかりとあります。はい、というわけでね、こちら21番乗り場はね、はるかや黒潮が来る場所なんですけども、22番乗り場はね、大阪東線が来ます。
内容薄そしてね、22番線と23番線ただいま起きませんけども、2030年頃にね、なにわ総武線開業に向けて、さらに面白いホームになってくるのかなと思います。ご乗車には乗車券のほかに特急券が必要です。反対は晴れたです。してここから先は何なんでしょうね。すごく気になります。うわ、きれい。なんだこれ。この QR コードなんですか。皆さん、なんかこちらにもあるんですけど、皆さんもしよければ、あのこれが何か教えていただけたら。ここまでの展示ブロックのところにだけあるんですよ。何か分かれば教えてください。めちゃくちゃ長いエスカレーターです。こんな感じです。はい、というわけでね、こちらはね、在来線の、大阪駅の本当のホームの、下にあるんですけども、こちらね、乗り換えれるようになっております。めちゃくちゃ広いです。もう一度言います、ここは大阪駅です。確かに、はい、行きます。こんな感じです。一番端シャレてる。めちゃくちゃ分かりやすいようになっております。というわけでね、一度新大阪に戻ってきました。というわけでね、こちら、前回の動画でカミカミのタイムで出てきました南吹田と、こちら西九条でしたが、大阪というふうに表示が変わりました。
けでね、こちら実は H 階段というのもございますんですけども、こちらはですね、今後のね、なりますり線開業に向けて、ただいま12時間として得られているようです。というわけでね、こちら、すごい、モニターが多すぎます。これ1、2、3、4、5、6、最大6つまで見えます。はい、まだまだあります。はい、奥にももっとありますけども、このね、モニターの意味は、なにわすり線のね開業を見せて先にもうできているんだと思います。はい、というわけでね、大阪駅の梅北エリアの紹介でございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。最大ロッツまで今は見えます。ロッツ